イェニカップ駅は、トルコのイスタンブールファーティフにある、トルコ国鉄とイスタンブール地下鉄の駅。TCDD のマルマライと、イスタンブール地下鉄の M1AM1 バイト号線、M2 号線の4路線が乗り入れ、接続駅となっている。1872年7月22日に前進となる旧イェニカップ駅が開業したが、マルマライの建設は2004年5月に、 ユニカプにて開始された。新ユニカプ駅は、旧駅のすぐ北に建設され、ボスポラス海峡トンネルの一駅として、地下駅として建設された。ユニカプ駅は2009年12月に完成する予定であったが、建設現場で、考古学的な遺物が多数発見されたことにより、プロジェクトは4年遅れた。また、二千八年に、イスタンブール地下鉄の m 二号線と m 一号線を、 南に延長する計画が確定し、南端で家ニカプーに接続することが確定した。M2 号線の南側延長の建設は、2009年1月に、金閣湾を渡る、金閣湾メトロ橋で開始された。2010年8月に開業する予定であったが、丸まらいの遅延のため、イスタンブール地下鉄の駅も2014年まで開業しなかった。 丸まらいは2013年10月29日に開業した。その後、M2 号線が2014年2月15日、M1 号線が同年11月9日に続いて開業した。島式ホーム1面2線を有する地下駅。乗り場 M1AM1 バイト号線は相対式ホーム2面2線を有する地下駅で、東側ホームが M1A 号線乗り場、西側ホームが M1 バイト号線乗り場と分かれている。M2 号線は、島式ホーム2面3線を有する地下駅で、抽選のみに電車が発着する。ホーム階は、天井が高く、壁や柱は、トルコ石のタイルやセラミックスで装飾されている。乗り場丸まらいの駅に関しては2017年10月に1日平均50.615人の利用客がいた。 駅前の広場はとの運行する 30D、31、31Y、33E、36Y、39、39D、39K、41Y、54Y、55A、69A、70FY、70KY、71AT、72U と、76A、77、81、88A、 146t,336y,bn1,mr35 が当駅周辺のバス停に停車する。m1 ジェナキャプハバランキーラスル、メトロイシュタンブル A。m2 ジェナキャプエコズマン、メトロイシュタンブル A。h i s t o r y o f t h e c o t r a i n s o f t u r k e y c o m ハットメトロ DA デブアディーム、ハリス KPRU、SU インスティレスマンボレイディダッシュ WOWTURKEY.com ハット、マーマートンネルオープンズ2、リンクヨーロッパウィズアジア、レールウェイガゼットインターナショナル、29オクトーバー2013、TCDD ローンチズ S ススキーシェイハー、コニャハイ、スピードレールサービス、レールウェイガゼットインターナショナル、28マーチ2013、 まあまあよるじゃあいしたタスティッチダッシュ m a r m a r a i g o v t r h a t ジェナキャップまあまあドラクテンジェソンハトラー2018年4月30日閲覧テンプレートイスタンブール地下鉄 M1 号線テンプレートイスタンブール地下鉄 M2 号線ありがとうございます